松永帝徳の息子で京都に公衆堂を開いた人物。松永関吾。野井白石が尋問し、その取り調べから西洋気分、灰乱威言を表した時の尋問相手。イタリアの宣教師シドッチ。政権威言の著者。浅見慶斎。日本こそが中華、つまり世界の中心だと主張した山賀祖皇の著書。中朝事実。1684年まで823年の長い間用いられた暦。鮮明歴。 渋川晴美が上京歴を作る際に参考にした隠し剣の作った暦、叙寺歴、新珠天の網島の作者、近松門左衛門、諸国をめぐって多くの仏像彫刻を残したナタボリで有名な人物、円空、木門の実鉄、荒井白石、室急走、雨の森報州祇園南海、榊原甲州、南部南山、松浦賢章、三宅観覧、服部関西、向井宗殊。